カルカスカ軍、ミシガン州。カルカスカ軍は、アメリカ合衆国ミシガン州ロワー,ー半島の北部に位置する軍である。2010年国勢調査で、の人口は17,153人であり、2000年の16,571人から3.5%増加した。軍庁所在地は、カルカスカ村、人口2020人であり、同軍で人口最大かつ、 唯一法人化された村でもある。カルカスカ軍はトラバースシティショート試験に属している。カルカスカ軍となった地域に入った最初の開拓者はウィリアム・コープランドというイギリス人であり、1855年に軍の北西宮の土地を購入した。カルカスカ軍は1840年に設立され、当初はボバシー軍と名付けられていたが、1843年に 解明された。カルカスカという名前は、チッペは属インディアンの言葉で、平らな国あるいは焼かれた国を意味すると考えられている。別の説では、ヘンリー・スクール・クラフトが作った信語であり、当初はカルカスカと綴られていた。これは言葉遊びだとする学者もいる。スクール・クラフトの性はもともとカル・クラフトであり、インディアンの言葉らしくするために、K の文字に変えられたというものである。 軍の当初の重要産業は製材業だった。かなりの量の石油と天然ガスの埋蔵量が発見され、1973年にはシェル石油の石油生成プラントが建設され、大きなブームになった。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は570.76平方マイル、1478.3km であり、 このうち陸地561.02平方マイル、1453.0km、水域は9.75平方マイル、25.3km で、水域率は1.71%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。軍政府は、軍監獄の運営、地方道の維持、地方裁判所の運営、 権利譲渡と定当権設定記録など重要記録の維持、公衆衛生規制の管理、福祉など、社会サービスの項目で州の施策への参加を行う。軍政委員会は予算を管理するが、法や条例を作るのは限定付き権限である。ミシガン州では、警察と消防、建設と区画割り、税評価、街路維持など地方政府の大半機能は、個々の都市と軍区の責任でる。 ナショナルトラウトフェスティバルは毎年4月末に開催される祭りである。1936年に始まり、軍民や企業が共に集まって、歴史遺産を祝い、スポーツを楽しむ。カルカスカ軍は、下記12の軍区に分割されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。